日本人のね空手がどんなものかを君に見せてあげろと毎日これが私が完成したらお前はなお前は私の子分になるよそれをエスリアに「私の子分になったやつ私の子分は絶対に聞かなっちゃダメだよと」とそうだったらエスリアはそれを言ったら「ッケーオッケーオッケーは私も分かるからーオッケーって言うんですねよろしい並べた。 ら、らににここちち本、本。それで息を整えてとにかく息を整えてからうわーっと気合いかけると当時にバッ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 ッといったらね8両のうちに9本が切れちゃう3本が吹っ飛んでしまったわけよね そそううすするとね、そこのね、こののアメリカのプロレスッドハンドのあのさんん全部、くでかか。てれたよ。は皆大山マス達をご存知だろコットハンドと呼ばれた史上最強の空手家である国際空手道連盟総裁。 極真館館長極真空手十段その半生は漫画「空手バカイ時代に主人公として描かれており彼の数々の伝説的エピソードは今でも多くの人に語り継がれている英雄中の英雄である空手バカイ時代は1971年から1977年まで講談社の 『週刊少年マガジン』に連載された日本の漫画作品原作「梶原一樹」が「津野田次郎」実在の人物を題材とした空手活劇としてそこには大山桝立の最強伝説が描かれている1923年6月4日東京生まれ少年時代に満州に渡り そこで神秘の古竜中国憲法、着力を学び格闘技に目覚める14歳で山梨少年航空学校に入学15歳の時に船越義知先生の門下生となるその後拓殖大学早稲田大学に入学し本格的に空手を学ぶ戦争に負けた日本で威張り腐る GHQ の悪いアメリカ兵や 戦後の混乱期にバッこするヤクザを相手に喧嘩を仕掛け全戦全勝昭和22年には全日本空手道選手権で圧倒的大差で優勝その大会で披露した大山の空手はあまりにも実戦的すぎたため寸止めルールを採用する伝統派からうとまれ誰も大山の挑戦を受けてくれなくなってしまった そこで、大山は人間ではなく牛を相手にし、47頭の牛を撲殺。そのうち4頭は即死、世間に名を知らしめる。昭和27年には、狭すぎる日本を旅立ち、アメリカへ。プロのレスラーやボクサーと対戦。真剣勝負7戦するも無敗。昭和31年、大山道場を開き。 昭和39年国際空手道連盟極新会館を設立直接打撃性による極真空手でブームを生んだ平成6年4月26日死去その修行は凄まじく山に1年以上子守空手と向かい合ったという伝説があるその時大山は眉毛を剃っていたため付近の住人からは天狗とまで呼ばれた 大山の空手チョップは石を割りビール瓶を弾き飛ばし凄まじい力は十円玉をねじ曲げたという漫画「空手バカい時代は伝説の空手が大山マスターズの半生を描いた伝記的作品実話をもとにしたノンフィクション作品という振り込みであり物語冒頭でこれは事実談でありこの男は実在すると宣言したしかし 現実は内容の9割以上は梶原の創作だったことが後日明らかとなった。大山は日本の伝統武道としての空手を愛する人物であり特攻隊の生き残りという設定となっていたが実際は本名西隆寺チェヨンウィ1923年朝鮮の裕福な家庭に生まれる。 当時の朝鮮半島は旧日本と併合しており日本国扱いであったが父親は日本中立派であったため日本の役人と仲がよく南不自由ない幼少期を送っていた学生時代のチェは YMCA でボクシングを学び格闘技に目覚めていく決して借力などというわけのわからないものではない しかし、儒教の影響の強い父親と自由を重んじるチェは、そりが合わず、感動されてしまう。その後、チェは日本の軍人になるために日本へ密入国を果たす。当時、日本へ来る朝鮮人があまりにも多すぎたので入国制限がかけられていた。だが、日本に着いたは良いものの、軍人になるための学校の受験に失敗してしまった。 それから1945年終戦を迎え朝鮮は日本の支配から解放されるが祖国へ帰らず日本に住み着く朝鮮人も数多くいたチェもその一人であった戦勝国であるアメリカ人から三国人旧日本支配下の住民在日中国朝鮮台湾人として扱われた朝鮮人は抑圧の反動から戦後の日本で暴れ回っており チェグ連隊を結成しその代表野分として広く名を轟かせていたこの争いはやがて朝鮮人同士での内紛へと発展しその構想は現在のヤクザの出入りとは比べ物にならない規模であったという特に大きかったのは現在の在日朝鮮人総連合会総連と在日大韓民国民団民団との間で起きていた構想であり チェはその実力からスカウトされ、民団側の暴力グループのリーダーとなっていた。その他にも、拓殖大学、早稲田大学に入学した記録なし。アメリカでレスラーと戦った記録なし。ただし、当時は記録がないのが普通。牛を殺した穏やかな性格の畜クを一方的に屠殺。その後、動物団体から怒られる。 などいろいろな伝説を残し極神会館を設立要するに現在大山の伝説の多くは詳細な部分ではまだ議論されているものの大山が自分を大きく見せるための虚構だと言われているそもそも大山桝立は日本出身ではない本名蔡英義という立派な韓国人である日本統治下の朝鮮半島で生まれたので 生まれときから日本人と名乗っても嘘ではないが日本に不法入国を果たした大山は朝鮮民族運動に参加した後、日本に帰化し大山マスターと名前を変えたのであったしかし日本に帰化したものの朝鮮の戸籍も残っており死ぬまで違法な二重国籍者であり大山はこの二重国籍を悪用し両国に家庭を持っていたという。 大山は、自分を大衆に知らしめるためにメディアを通じて自分の古代な伝説を恋に世間に広めたその最たるものが「少年マガジン」で連載されていた空手ばかり時代であるこの津田次郎作の漫画によって大山のイメージは固定され日本中に極神ブームを巻き起こした 生前大山は嘘も1,000回つけば本当になると取材に答えている大山はその伝説が形成される過程で自分と朝鮮の関わりのすべて故郷師匠兄弟親友民族運動への参加などを黒歴史として葬り純粋な日本人としてふるまったそのため他の在日の人からは なぜ素直に韓国人を名乗ってくれないのかと非常に残念がられていたしかしだからといってした日本人として日本への愛情があったかというとそうでもなく例えばスポーツで日韓戦があった場合は韓国を応援すると公言したりそもそも大山マスタツのマスタツとは日本でいうヤマトのような意味であり。 知るる人人がが聞けばすぐに韓国人であることが分かってしまう名前であった大山にとっては朝鮮だとか日本だとかは小さい問題であり広い世界の中で自分という人間がどこまでやれるかということの方が重要であった民族運動に関しても民族意識からこのような民族運動に参加したわけではなく。 自ららのの空手の技を思う存分発揮できる場所くらいにしか思っっていなかったという。結局のところ大山という人間の実像は人によって評価が分かれるものになってしまうだろうそれに加え真の大山の人生を考えることは日韓併合共生連行、創始解明などの歴史認識問題も絡んできたり。 極真会館の鑑賞もあって事実上タブーに近いものになっているしかしそれでもなお大山が優れた武芸者であり極真空手を世に広めたという業績は紛れもない事実である多くの武道家と交流しまた世界各国をめぐりさまざまな格闘技を研究空手の指導を行い直接打撃性の空手フルコンタクト空手を作り出していった 現代の多くのフルコンタクト計画流派を生み出すもと伴った豪快で情に熱い人物であったという1975年には通称空手オリンピック第1回全世界空手道同選手権大会を開催して全世界に極新空手ブームを巻き起こした世界120カ国に公認道場を持ち1200万人の門弟の総裁として その生涯を極真空手に捧げた。1994年4月26日肺がんのため急性早すぎる死を多くの人に悲しまれた去年70歳繰り返します日韓は元祖兄弟だった世界は元祖兄弟だった私たちは同志だった敵は別にいます もう一度話し合いませんか